これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。修正プログラムの適用。エミお姉様、おいしいお紅茶が入りましたわありがとうみゆき。でも会社では私のことは社長とお呼びなさい。あらお姉様、更新通知が出てますわよ。アップデートなさらないの？アップデートの時間すら惜しいのよ。老齢者を背負うこの私の華麗なるビジネスに1分1秒でも立ち止まってる暇はないの。お姉さま、みゆきの考えが足りませんでした。惜しむべき時間はそこじゃない。あなたはシステム管理室の。サイバー攻撃は日々進化している。アップデートは生きる道。更新を放置しているとウイルスに容易に侵入を許してしまうことになる。なんですって！そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。戦うのです社長。アップデートするんです。デート。ピンポーン。利用するパソコン、スマートフォンなどの OS や各種ソフトウェアに修正プログラムを適用し、最新バージョンに更新してください。アップデート。デート。こうして姉妹は OS やソフトウェアを常に最新バージョンに更新し、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。セキュリティソフトの導入および定義ファイルの最新化あら、お姉様大変。セキュリティソフトのサポートがあと1ヶ月で切れるそうですわ。急がなきゃ。老齢社員たるもの、優雅に行動すべきではなくて、1ヶ月も先のこと、慌てず騒がず優雅にですわよ。さすがお姉様、余裕ですわお姉様、セキュリティソフトのサポートが切れています。たった一月よ。我が漏洩社は創業100年、一月なんて漏洩の華麗なる歴史の1ページにも満たないわ。漏洩も100年で終わりのようだ。あなたはシステム管理室の。セキュリティソフトは会社の生命線。更新を怠ればウイルスの侵入を許すことになる。なんですって！そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。今すぐサポートを更新するのです社長。それが生きる道なのです。生きる道。ピンポーン。利用するパソコンなどにセキュリティソフトを導入するとともに、セキュリティソフトの定義ファイルが常に最新の状態であるか定期的に確認しましょう。あと少し。あと少し。こうして姉妹はセキュリティソフトの更新を欠かさなくなり、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。パスワードの適切な設定と管理。あら、みゆき1225ってもしかして。そうです、聖なるクリスマス、そしてお姉様の誕生日ですわそうそう、麗しい私にぴったりの誕生日って、なぜそれを貼っているの？実は私のパスワードにしてるんです。大事なので忘れないようにこうしてメモを。賢いわみゆき、さすが私の妹。キャッ、お姉様に褒められちゃったわ。褒められたことではない。あなたはシステム管理室の。パスワードを他人の目に触れさせてはいけないし、推測されやすいパスワードは不正ログインの原因となり、情報漏洩の危険が高まるんだ。なんですって！そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。パスワードの複雑化は身を守る術。守りを固めるのです社長。守り。こんな危険なメモはこうだ。綺麗
ピンポーン。パスワードは可能な限り長く、複雑な文字列を設定してください。大小英字、数字、および記号を混在させて、最低でも10文字にしてください。他のシステムやインターネットサービスで同じパスワードを使い回さないでください。ねえ、まだ？もういいよ。こうして姉妹はパスワードを見直すことで安全に徹し、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。不審なメールに注意。お姉様、これでオーダーメイドのドレスができますわね。ありがとう、みゆき。ローウェイコーポレーションの創立記念パーティーですもの。最大限に美しくあるべきですわ。早速発注よ。はい。あら、もう請求書のメールが来たわ。私にも来てるわ。ああ、ひょっとしてドレスの件。仕事が早いのね。添付ファイルを開いてみましょう。早まってはいけない。あなたはシステム管理室の。メールの添付ファイルにはウイルスが仕組まれている場合がある。むやみなクリックは情報漏洩につながってしまうんだ。なんですって。そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。慎重すぎることはないのです、社長。見極める目こそ美しい目。ピンポーン。少しでも不審に思ったメールの添付ファイルや URL は不用意にクリックしないでください。受信したメールの正当性が判断できない場合は、上長またはシステム管理者へ相談し、必要に応じてメールの送信者となっている組織へ確認してください。どう？お似合いですわ、お姉様。ビューティフル。こうして姉妹は不審に感じたメールの対応には慎重になり、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。USB メモリなどの取り扱いの注意。お姉様、エミお姉様。先ほどロビーで USB メモリを拾ったのですけれど、持ち主がわからないの。まあ、不用心な方がいるものね。全くですわ。でもきっと落とし主は今頃困っているわね。すぐに持ち主に返して差し上げましょう。さすがお姉様、心まで美しいのね。早速中を確認しますわ。危ない。不用心は君たちだ。システム管理室の城ヶ崎さん。ウイルスが入った USB メモリの可能性もある。何ですって。自分のものではない USB メモリを不用意に接続してはいけない。ウイルス感染の恐れがある。そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。慎重になりましょう、社長。軽率な行動は命取りです。慎重。ピンポーン。ウイルスファイルが紛れ込んでいる可能性があるため、所有者が不明、もしくは自身が管理していない USB メモリーなどの外部記憶媒体はパソコンに接続しないでください。早くいらっしゃい。待って、お姉さま。こうして姉妹は自分のものではない USB メモリーなどの接続には慎重になり、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。社内ネットワークへの機器接続ルールの遵守。あら、素敵なパソコン。ローウェイ社にふさわしいきらびやかさだわ。みゆきが自分で買ったの？その通りですわ、お姉さま。このパソコンは業界最速、今までの3倍速いんですのよ。ゴージャス。つまりこなせる仕事も3倍ですわ。そうね、早速ネットワークに。はい。待ちたまえ。
私物のパソコンを社内ネットワークにむやみに繋いではいけない。あなたはシステム管理室の。なぜ止めるの？3倍早いだよ。万が一そのパソコンがウイルス感染していたら社内ネットワークに拡散してしまう恐れがある。なんですって？そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。慎重になるのです社長。軽率な行動は命取りです。命。ピンポーン。ウイルス感染したパソコンや外部記憶媒体を社内ネットワークに接続することでウイルスをネットワーク内に拡散してしまう恐れがあります。個人所有の持ち込み機器を社内ネットワークに接続する必要がある場合はシステム管理者に許可を取ってください。素敵。カーボーイみたい。こうして姉妹は社内ネットワークへの接続には慎重になり、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。ソフトウェアをインストールする際の注意。あら、みゆき、そのバラの付箋ツール素敵ね。さすがお姉さま、お目が高いですわ。そう、あれは先日私がネットの海を漂っていた時に偶然見つけたフリーソフトなんですの。お姉さまもぜひお使いになって。ありがとう、みゆき。おしゃれは爪の先まで、華麗さは付箋までね。早速インストールよ。甘い誘惑に惑わされてはいけない。あなたはシステム管理室の。フリーソフトを安易にインストールしてはいけない。もしウイルスなど不正なプログラムが仕組まれていたら、インストールすることによって個人情報や機密情報のデータを盗み取られてしまう場合がある。なんですって？そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。打ち勝つのです、社長。インストールの誘惑に。誘惑。ピンポーン。フリーソフトなどのソフトウェアを会社のパソコンにインストールする場合はシステム管理者に事前に許可を取ってください。インストール許可いただきました。こうして姉妹は許可を取ったソフトウェアを利用するようになり、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。これは企業情報の安全確保のために立ち上がった社長と社員の物語である。パソコンなどの画面ロック機能の設定。お姉さま、ランチに行きましょう。そうね、今日は近くにできた三つ星フレンチにしようかしら。お姉様、画面ロックをおかけにならないのですか？見放題ですわ。みゆき、私は潔く生きているの。見られて困るような後ろめたいことなんてみじんもありませんことよ。ロックなんていらないの、この私にはね。とんだ。かっこいいですわ、クラクラしちゃん。君たちの非常識さにクラクラするよ。あなたはシステム管理室の。画面ロックは必須。悪意あるものに見られたり操作されたりしてしまうと個人情報や機密情報の漏洩につながる。一人の問題ではなくなるんだ。なんですって？そんなことになったら会社は倒産。私の華麗なる人生が。鍵をかけるのです、社長。秘めたる思いも美しい。秘めたる思い。三者に見られたり操作されたりしないようにパソコンやスマートフォンなどには画面ロックを設定してください。不特定多数の人がいる場所では特に気をつけてください。安心安全おいしい。デリシャス。こうして姉妹は自分の端末に画面ロックを設定し、今日も華麗で優雅な日々を過ごしたのであった。